3つしか知らないと言うんですよね。そうなんですね。私もヤンキース時代そうだったんですけど、はい、あそうか、空港とあと宿舎とグランドっていう感じで、はい、しかも選手は夜間外出禁止なんですね。そうなんですね。旅館から一歩も出られないんですよね、はい、つかの間のっていうんですか、はい、休憩っていうのはあの試合始まる前にちょっと近くに食事行くぐらいなんですよね。そうですよね、はい、だからいろんなところもあっても本当にわからないんですよね、はい、文字通り精神をねリング一筋という全日本女子プロレスの選手たちであります。今日はしかし格闘競技が盛んで、しかもあの格闘競技をよく理解していらっしゃる大勢のお客様でね、選手の皆さんももうやりがいがあるでしょう。さあっと天神が入ってまいりました。強烈ですね今のは。ちょっとマミ危なかった。大きな体で天神がさーっと入ってまいりました。こういうところがブラック軍団、実にあの黒い息が合ってましてね、うまいですね、はい、あのもう言われなくてもさっと入っちゃうんですね。ご覧ください、リングの下からもう天神正美、自分が試合をしているような感じであります。今池下由美が一応ブラック軍団の大昇格とすれば、このマミクマが副昇格でしょ、はい、3番手争いもうあの3人衆にですね、天神に入ってきたんじゃないですかね。そうですね、もう、はい、ジニアの方でもランキング1位ですしね、堂々の3位なんですね、はい、もちろん、もう2位の座さえ狙ってる感じですからね、そうでしょうね、最近のルーシー加山なんですけどもね、はい、佐藤さんはルーシーのレスリングどういうふうにご覧になってますか。あの、ルーシーはね、ちょっとやはり彼女もパワー不足なんですね、どうですか、決め技にちょっとかける嫌いがあるんですね、はい、髪を切ったでしょ橋本さん、はい、ね、そのせいかね少し痩せたかなと、ほっそりしたかなという感じがするんですよ、うん、背中あたりねちょっとあばら骨がね、はい、浮いてみるような時ありますけども、以前よりは彼女痩せたんじゃないかな、痩せたでしょうね、はい、で髪切っちゃったから余計にそう見えちゃうんですよね、はい、だからあれからもう一つこう肉がつくといいわけですね、はい、はい、まあ、現在トミーがね、はい、依然として膝を痛めてまして、しかも一旦良くなったと、関係者周囲を開いたと思ったらですねまた再発しましてね。そうなんですね。何か噂ですけども、はい、トミーもややその引退のピンチというかその辺に来てるんじゃないんですか。そうですね、膝が感知しなかればもう選手生命としては、ね、今のと考えざるを得ないでしょうね、はい、思えば去年の暮れですか、川崎でね、はい、ジャッキーのチャンピオンベルトに挑戦するということで、あーちょっと待った、はい、なんか持ってますね、あーっと、あ、お客様の缶ですね、はい、ジュースが何回入っております、缶を持ち出しました、中にまだジュースが入ってますんでね、いやー強気攻撃、これはもう完全にレフリーも分かってるんです、注意してます、あーっとレフリーの脳天を一発、あまりやるとこれ反則を取られますよ、取られますね、レフリーをあまりやりますとあーっと反則負けになりますよ、2発やられました、阿部レフリー体験であります、あーっと阿部レフリーが手を持った、まだ持ってます、まだ持ってます、これは取り上げなきゃいけませんよね。そうですね、はい、ようやく今取り戻しました。さあ今度はルーシーの反撃であります。試合時間15分を経過、あと15分であります。あ、自分がロープに逃げたときは懸命にロープをアピールしてますけどもね、この件はもう、ブラックのねずるいところであります、相手がロープを掴んでも関係ないんですからね。そうですね、まあ、ルールをフルに、利用してる感じなんですよね、反則だってね、まあ、ルールによっちゃファイブカウントあるんでしょ、ですからそういうことなんですね、逆に考えれば4までやっていいということなんですね、はいはいはい、そうなんですよね、それでパッと一瞬手を離してまた4までやるんですからね、はいはい、さあまた場外に天神選手がやってますよ、天神がやってこの間にちょっとマミ一息入れましたね、ずるいですね、今日は闘牛場であります、沖縄県具志川市のアゲナ闘牛場特設リングからお送りしておりまして、リングサイドは完全に闘牛場そのままであります、したがって土ですよね、赤土、あ、汗をかいている選手にとってはこの場外乱闘は大変です、血まみれになりますよね。さあどうでしょうか、汗びっしょり、汗びっしょりのルーシー加山であります、セコンドの天神選手も汗びっしょりです、はいはい、
まあ、リングの貴婦人といつも私ご紹介しておりますが、リングの貴婦人も今日は大変であります。泥まみれになりました。あーっと足を持った。あーっと打ってる打ってる。はい、エプロンサイドに持ってまいりました。今度は横田が出てまいりました。横田にも起こった天神を攻撃。今度は天神がルーシーの首を絞めております。椅子ですか、椅子攻撃。まともバチーンと一発モロに入りましたね。モロに入りました、いや場外乱闘ではさすがにブラック軍団一枚上手。とうとうお客様怒ってね、缶を投げてまいりました。エキサイトしております。今日は闘牛場ですから無理もありませんね。え、本当に何かあの闘牛を回せるですね、両選手特にどうですか。怒られそうですけども、だんだんですね牛に見えてきましたよはい、誰かが何せ名前は言いませんけども、さあ行け。足を持った、それ足をの字、これはかかりました。一瞬であります。早かったですね。さあ、あーっとまた天神が出ました。ひどいひどい、これは完全にひどい。こういうことをやっちゃいけない。あーっとまたアベレフリーがやっております。しかし依然としてルーシーの足をの字がっちり勝っている。カーカンも出てまいりました。あーせっかくいいのが勝った。あーっと今度は天神をやった。大真っ赤顔面好調してルーシーが天神を足をのじしかし危ないですね。あの今あの場内にね注意が飛んでおりますけども、興奮したお客様からですねリング上に缶が飛んでまいります。沖縄県西川市の春田闘牛場特設リングであります。ルーシー加山対マミ熊野両選手の30分日本勝負、がぜんエキサイトしてまいりました。ちょっと天神にね、気取られすぎてたんですね。はいはい、サイドヘッドロック、両選手汗びっしょりであります。あ、反則を取ってますね。チョークですね。今度はチョーク攻撃で起こってるんですね。チョーク攻撃の注意であります。ご覧ください、これは完全に入っております。カウントを取っております。しかし反則攻撃でもカウント4までは許されております。これをもう連続して行います。反則攻撃、この件はマミクマノの真骨頂。さあ本土的マイクのコードぐるぐる巻き20、30、40に巻いております。さあそして抱え上げた、これはたまりません、これはたまりません。場外でのバックリーガー、ちょっとこれは危ない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 。いやどうしたんですか、完全にあのしかもコードが切れてますよねえ。